朝早く起きて北陸新幹線輝き号に乗ってみました。朝早く着いてみるとまだシャッターは開いていなくて、5時半にようやくシャッターが開き始めました。ホームに入ってみると、11番線にはもうすでに輝き号が入っていました。車内に入ってみると意外とシンプルで驚きました。全車両は禁煙となっています。枕の高さは上下に動きますので、頭に合わせて快適な位置に調節できます。車内はこんな感じです。各席にコンセントがついてますので、パソコンやスマートフォンなどきちんと充電できるので安心です。トイレに入ってみました。とても清潔感があって使いやすいです。女性用のとこには赤ちゃんがいても大丈夫なようにシートがあります。そしてウォシュレットもついてて快適です。車内販売のメニューが添付されていました。飲み物とかスイーツとか新幹線用のグッズが、載っていました。あっという間に東京駅に到着です。とても早いです。2時間28分で到着でした。とても快適な旅でした。